皆さんこんにちは。光絆 TV のみっちゃんとこっちゃんのママです。今日はみっちゃんの支援学校高等部の受験に行った時のお話をしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。先日無事受験が終わりました。まずまず受験落ちることがあるのかってちょっと私思ってたんですけど、なんていうか定員っていうのが毎年決まってて、その定員が枠が少ないことが稀にあるそうなんですけど、みっちゃんが受験に行った時の時点で枠は空いている状態でした。でまず、どんな感じなのかなと思ってすごいドキドキしながらみっちゃんとパパと3人で行ってきたんですけど、車の中でもみっちゃんちょっとそわそわしてて緊張してて、トイレ行きたいトイレ行きたいってずっと言ってたんですけど、受付が終わってからトイレに行こうねって言って、なんとか車で緊張の時間を過ごして着いて、でまず学校の中に着いたら5組ぐらい、私たちを含めて5組ぐらいの親子がいて、私たちは2番目に到着しました。そしてきっと少人数でできるように一人一人時間を割り振ってくださったのかなと思うんですね。待つのが苦手な子だったり初めての場所が慣れない子がいると思うので、少人数で待ち時間を少しでも減らしてくれるようにそういう風に割り振ってくださったのかなってまず最初に思いました。そしてもう着いてすぐにみっちゃんと別れたんですよね。生徒さんはこちらです、親御さんはそちらの待合室でって、もう着いてすぐ階段登ってちょっとすぐ別れて、大丈夫かなってちょっと心配だったんですけど、とりあえず待合室で待っていたら、しばらくするとなんかめちゃくちゃ聞き覚えのある泣き声が聞こえてきてそれがものすごい大きな声で、待合室と結構離れてるんですけど、だいぶ廊下長くてずっと離れてるんですけど、ものすごい響いてる泣き声、叫び声が聞こえてきて、はぁと思ってこの声は間違いなくみっちゃんだと思って、ちょっと慌てて待合室を出て、先生たちにすいませんうちの子ですよねってこうちょっとビクビクしながら言ったら、先生たちがあ大丈夫ですよって言ってくださって、私本当に一つ反省点がありまして、みっちゃんが緊張するとトイレに行きたがるんですよね。トイレに行くことでちょっとそこでちょっと気持ちを切り替えるっていうのが、小学校5年生ぐらいからずっと続いているみつきの中のマイルールっていうのがあって、出かける前とか着いてすぐとか新しい場所に行くときは必ずトイレに行くんですけど、着いてすぐ別れてそのままあトイレ行ってもいいですかって聞けばよかったものを私聞くの忘れてて、あとみっちゃんはトイレに行きたかったらトイレに行きたいって大人の人に伝えることができるので、ちょっとそのまま離れてしまったんですね。でそういうのもあってうわーやばいと思ってでちょっと様子を見に行った方がいいかなと思って、しばらく廊下でうろうろしてたら、先生たちがまだちょっと泣き叫んでる声が聞こえてる中、大丈夫ですから待合室に待っててくださいって言ってくださって、いいんですかっていうことで、なんかそこまで全然気にしてないっていうような雰囲気で、どうぞどうぞ待っててくださいお母さんはっていう、まずその声がけにすごく安心したっていうことが一つ。よくうちのチャンネルを見て、外でパニックになってる子を見て、何かできることありませんかってすごい優しいコメントをくださる方がいらっしゃって、私は気にしないでいてくれることが一番ありがたいですっていつも答えさせてもらってるんですけど、なかなかそれも本当に一般的にはすごく難しいことで、私も長年みっちゃんの外でのパニックでやっぱりいろんな人から驚かれたりとかそういう経験があったので、気にしなくていいですよって言ってくださる先生たちの言葉がすごく安心できて、っていうまず衝撃を受けました。でちょっと叫び声がしばらく聞こえたままの状態だったんですけど、ちょっとそわそわしながら待合室で待ってて、そしたら私たち2番目に来たはずだったんですけど、一番最初にみっちゃんが戻ってきて、ああ多分そこも配慮してくださったんだなって思って、そしたら教頭先生かな、
ちょっと多分偉い方、偉い先生だと思うんですけど、落ち着いたらスムーズに学力検査、運動能力検査、そういうものをきちっと受けられましたよ、大丈夫でしたよっていう風に言ってくださって、またそこではーっていう安心感があって、みっちゃんも飛び跳ねながら、想像つくと思うんですけど、飛び跳ねながらすっきりしたような面持ちで帰ってきて、無事受験を受けることができました。そして受験の内容なんですけれども、内容っていうのが発達検査みたいな感じの内容で、学力の能力検査とか運動能力の検査とか、そういった発達検査に近いものらしいんですね。多分4月から入学した時にクラス分けがあると思うんですよね。発達に合ったクラスに分かれているので、クラス分けの時に必要なものなのかなと私は思いました。そしてそういうことがありましてめっちゃよく頑張ったねってことで、すごくその日はほっとして帰ってきました。あと戻ってきた時に、すいません私トイレに行きたがってるのを伝えるの忘れてましたって言ったら、あ、トイレ行きたいって自分で言って、ちゃんとトイレも行きましたよって言ってくださったんですよね。そこでまた安心っていうすごくなんか本当に感謝しております。そして後日、中学校を通して無事合格しましたという連絡をいただきました。で、合格が決まって、まずすることは制服のサイズ合わせとジャージ、作業着とか買う人は買ったり、そういう準備をするんですけど、制服のサイズを合わせに行った時に、私がびっくりしたのが、ズボンがゴムのタイプと、半分ゴムで半分ホック、あと全部ホックの3種類から選べますっていうことで、わーすごいと思って、もちろんゴムを選びました。あと作業着とかに使うベルト、それは普段の服とかにも使えるベルトなんですけど、すごいんです、ビヨーンって伸びるベルトで、穴がついてなくて、もうどこでもさせちゃうっていうベルトがあって、あれすごいなと思って、普段でも使えるなと思って、ゴムのベルトも購入しました。そしてジャージ、支援高等学校でさせてもらったんですけど、その時にみっちゃんも緊張してて、早く終わらせたいみたいな感じでなんとか頑張ってたので、帰りにちょっとポロッと、先生に、対応してくれた先生に、慣れるまでいろいろあると思うんですよねってポロッと言ったら、先生が大丈夫です、一緒に頑張りましょうっていうことを言ってくれて、っていう、そこでもう涙が出そうなぐらい、また安心感をいただいて、なんか本当に入学する前なんですけど、不安いっぱい、不安とか緊張の中、そういう安心する言葉をいただいて、本当に感謝でいっぱいです。支援学校の受験に関してはそんな感じです。光 TV のみっちゃんです。あとはもう私の個人的な悩みなんですけど、やっぱりみっちゃんがリスパダールを小学校6年生の12月ぐらいから始めて、そこから成長期っていうのもあると思うんですけど、食欲がものすごい増えて、体重の増加も今までよりもぐーんと増え方がもう著しくなって、ちょっとその体重が増えちゃうなっていう、そこの心配があって、最近の動画でもそういうお話したと思うんですけど、やっぱり食欲を抑えるのって本当に一番大変なことで、正直パニックより大変かなって思います。やっぱりお話とかできない分、お友達と遊びに行ったりとかできない分、みちゃんはお出かけしたりとか食べることが本当に唯一の楽しみなので、その唯一の楽しみを制限するっていうことはかなり難しいなと感じております。なので食べるのを止めるのじゃなくて、とにかく運動ですね今冬ですけど、雪かきもなかなかやっぱりスコップをこうしてこうやるとか、そういう作業がやっぱり難しくて、結局雪かきもしませんでした、あんまりそれで、最近インスタとかでね、インスタのストーリーとかで結構私愚痴なんですけど
DM とかでメッセージもらって、あ、こういうのどうですかとかすごいアドバイスいただいて、でその中でも最近みっちゃんはプールに行きたがってて、でもね、小学校の時と違ってママとは同じ更衣室で着替えれない問題があるしなとか考えてたんですけど、 DM とかいただく中で行く時はもう中に来てて、で帰る時はもう個室の更衣室を借りして、そこでパッと着替えていったらいいんじゃないですかっていう言葉もあって、ちょっと後押し、その言葉にちょっと背中を押されて行ってみようかなと思って、まだ行ってないですけど、今週末あたりあのママ友に一緒に行けないって誘って一緒に、ちょっと一人だと心細いので、あのママ友を巻き添えにして一緒にちょっと行ってみようかなと思います。なんかね、できることはそうやってあの散歩とかね、冬なんであんまり長い時間できないんですけど、なるべく休みの日は少しでも外出て散歩をしたりとかですね、そういうことをあのできることをしていきたいなと思います。あとできることはですね、まずこれ、動画でもインスタでも何回も言ってる、しつこいんですけどこれ本当に味あんまり変わらないしおすすめです。これもすごいしつこいぐらい売ってますけど、こんにゃく効果糖分4分の1カット、これ本当に味変わらないですし、私ももうこればっかり食べてます。あとやっぱりこれもフォロワーさんから教えてもらった、これはほんと続けてます。やっぱり揚げ物とか大好きなので、そういうのを食べる日はもうこれ1日3回お茶に入れて、味全く変わりません。なのでこれは本当に続けてます。こうやってこうできることをですね、ちょっとずつして体重を減らすっていうのはなかなか難しいので、なるべく体重を維持するっていう気持ちで運動とこうやってできることを少しずつあのやっていこうかなと思っております。で、何かあのこういうのいいよとかありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。今日はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございます。散歩中です。散歩中です。なんでです、ねね、今日はママと二人です。二人です。パパは何してる？パパ何してる？寝てたね。寝てたね。あら、トイレやってない。ここ反対側だ、こっち側だ。うわ、あれ、カントトイレ行く？トイレ行くよ。トイレに向かっております。散歩散歩散歩です。はい、はい、トイレまでの散歩。はい、元気いいね。元気いいね。もうね、出かけたくて仕方なかったんだよね。はい、ね、ね、出かけたかったんだもんね。ね、ね、うん、ね、散歩だけでもね、いい気分転換になるから。いやいやいや、ね、寒いからちょっと今日は短めだけど。はい、では身長測ります。身長測ります。北の身長は何センチだったかな。おっ、うん、おっ、え、163センチです。すごい伸びたね。はい、あ、ちょっと優しくなるね。はい、56.7、服を着た状態で 56.7 キロです。はいよ、 56.2。どこ行くの？どこ行くの？